皆さんこんにちは、小場所です。今回はですね、受験生の保護者が言ってはいけないこと5選、これについてお話をしていきたいと思います。なので主に対象としては保護者の方に対して、見てもらいたい動画ということになるんですけれども、受験生の方もね、見てですね、うわこういうこと言われたことあるとかね、共感できる部分もあるかもしれないので、見ていただければと思います。で、今日も5選なんですけど、先に全部言っちゃいますね。1つ目、なんでできないのかと聞く。2つ目、テストを破く、捨てる。3つ目、他の子供と比べる。4つ目、兄弟や姉妹等で、扱いに偏りがある。そして5個目、どうせ無駄だから、私の子供なんだから無理、そういったネガティブな言葉をかける。この大きく5個になります。それぞれを今から解説していきたいと思います。まず最初に、なんでできないのか聞く。これはね、よくある鉄板コースのやってはいけない、言ってはいけないことです。これなんでかっていうとですね、そもそも生徒に、あなたなんでこの問題できないのとか、あなたなんでこんなに成績悪いのっていう風に、なぜ、つまり怖いですよね。論理的な構造を聞いても答えはそこにありません。なぜなら、生徒からしてみれば、自分が今までやってきたことをアウトプットした結果、模試でその点数だったりテストでその点数だったので、なぜできないのかって言われたら、高校生ぐらいになればね、もうちょっとこう賢くなるので、勉強こんぐらいしかやってないからこんぐらいの点数なのかなっていうふうに思うかもしれないけど、小学生とか、中学生からすればですね、自分でやってみてね、この点数だったんだから、なんでって言われても困っちゃうよってことになっちゃうわけですね。つまり、このなぜできないのかってことを問い詰めることっていうのは、要は答えのない問いを子供にぶつけてるだけなんですね。で、それってなんでそういう風にしたくなるかっていうと、親が納得したいからなんですね。なんでできないのかって聞くってことは、要は親からして、なぜ自分の子供は、この点数なんだろう、例えば塾にも通わせたりとか、家で宿題の面倒を見たりとか、もろもろやっているのにこの点数なんだろうっていう、その納得を親がしたいから聞いてしまっていることであり、それを言われた子供が、じゃあね、勉強するのかどうか、テストで点伸びるのかどうか、全く関係ないですよね。だから親としても、なんで勉強できないのって聞いても、まず感情はぶつけてるかもしれないけど、別にそんなことじゃ気分さっぱりしないですよね。で、その一言を投げかけると、ちょっとお子さんにはダメージあるけど、保護者がめちゃめちゃメンタル的に回復してね、家庭が平和になるなら、一向の余地が、あんまないとは思うけど、1億歩ぐらい譲ってあるかもしれませんが、聞いてる親御さんも別にそれで、いい気持ちになるわけでもないし、なんでって聞いて明確な答えが得られるわけでもない。で、子供からすれば、親から言われて怒られて嫌な気持ちになり、しかも、何か返せる言葉があるわけではないので、ただただ詰められているという状況。つまり、このなんでできないのかっていう言葉は誰も幸せにしないんですね。だから言ってはいけない言葉なんですね。それが一つ目のやってはいけないこと。そして2つ目、テストを破いたりしてたすることです。皆さんも経験あるかもしれませんが、やっぱりある程度頑張って受けたテストで点数が悪かったら、やっぱこう嫌な気持ちになるんですよね。僕もそういった悪い点数を取ったことがあります。ただそういったものをですね、子供が、むしゃくしゃして、破いちゃったりしちゃったりするってことは、やっぱり精神的に、十分こう何か大人になってない部分もありますから、あながちないことではないかなというふうに思います。もちろん塾の、先生というか、そういう立場としては、ちゃんとね、復習とかしなきゃいけないから、破いちゃダメだよとか、そういうことは教えますけれども、親がですね、それやってしまうことあるんですね。で、主にこれどんなシチュエーションかっていうと、自分の子供の点数に納得がいかなかった場合にやってしまうというパターンが多いと思います。で、これはですね、子供から見せられて、どこどこのテスト何点だったよとか、成績表がね、どれくらいだったよ、学年何番だったよってものを見たときに、なんだこれ、ふざけるなということで、ビリビリに破いちゃったりとか、丸めて捨てちゃったりとかするっていうケースがあります。これはですね、非常に良くないことです。なんでかっていうと、まず単純に復習ができなくなるとかそういうことではなくて、結果的にそのテストの点数で、その評価されるわけです。人間というのは少なくとも、例えば中学受験、高校受験、大学受験っていう、いわゆる学歴戦争じゃないですけども、その戦いの中に身を投じている子供たちというのは、もう結果でしか判断されないんですね。で、それはどんな塾に行こうが、学校に行こうが、君は何時間頑張ったから、模試の成績をちょっと上げてあげるよとか、君はね、家ですごい勉強自習頑張ってたから、うちの学校を合格させてあげるよなんていう
ものはないんですよ。全てもう残酷ですけど数字で決まる、まあ、ある種それがまあ平等ではあると思うんですけどね。ただそれって結局その親御さんも同じになって、ね、その数字だけで判断してしまったら、じゃ誰がね、そのプロセスの部分である家での勉強とか塾に頑張って通っているとか宿題やってるとかそういうところを評価してあげるんですかってことなんですよ。でやっぱり人間ですね、まあ、ちょっと勉強してすごいできる子もいれば、そこそこにやってそこそこできる人もいれば、いろんなパターンのお子さんっていうのがいるので、やっぱりまず結果だけで判断してはかわいそうだっていうのが僕はあると思います。正直ですよ、こう受験勉強、まあ、僕もそうですけどやってますけど、その殺伐としてますよ。やっぱりこう数字でしか見てあげられないんでなかなかきつい、うん、で僕らもやっぱ受験屋さんやってるんで、いろんなねプロセスをこう評価してあげて頑張ってるねって声はかけてあげられるけど、ね、じゃあ君は頑張ってるからちょっと模試の点数を及ばないけど、ね、上の大学受かるよとかそんなこと言えるわけないわけで、やっぱそこはシビアに見なきゃいけないんですよ。だから本当に全世界にそのめちゃめちゃ受験勉強頑張ってる子供に対して、全世界で本当にプロセスを評価してあげられるのは本当親御さんだけなんですよね。だから成績表だけでまず判断するっていうこと自体が僕は良くないと思う。そしてさらにその結果のアウトプットの結晶なんですよ。テストの成績っていうのは、ね、何点でしたとか模試で何位でしたとかっていうのは、でそれをやっぱり破くとかってことは論理とか理由もなく全てを全否定する行為になるので、はっきり言いますけどこれね、子供のトラウマになります。はい、よくこれね、大人になってからでも僕イラーみたいな受験屋さんだと話したりしますけど、子供の頃親にこう成績表破られたとかテスト破られたとか捨てられた、まあ、そういったことっていうのは結構トラウマになるので、これはねぜひやらないでほしいなというふうに思います。そして3つ目のやってほしくないポイントなんですけれども、他の子供と比べるということです。これは一番最初に話したなんでできないのかと似てるんですけども、何々くんはできるのにとか何々ちゃんはできるのになんであなたはできないのみたいな、そういう聞き方をするということですね。まあこれなんで良くないのかっていうと、まず当然ですけどさっき言ったように答えがないわけですよね。まあ、答えがないというぶつけて誰が幸せになるの、誰も幸せになりませんということがまずあります。でさらにその答えがない上に劣等感まで抱かせるわけですよね。〇〇くんと比べて、〇〇ちゃんと比べてってことを言うことで、あ、俺は〇〇ちゃんより〇〇くんより良くないんだ、私は〇〇くん〇〇ちゃんより良くないんだっていうことを植え付ける行為になるので、その劣等感を植え付けてどうするのって話なんですよ。だから基本的に他の子供と比べるっていうのはやめた方がいいと思います。でもう一個、ちょっと大人になってくるというか、まあ、中学生とか高校生くらいになってくると、まあ、親のね言ってることもかなりこう意味が分かってくるようになるので、そのお母様方の、まあ、ママ友とかね、いらっしゃると思うんですけど、そういうところの、まあ、会話っていうのもちょっと注意してほしいなというふうに思います。まあ、僕がですね、経験としてあったのは、まあ、僕の親ですね、母親がですね、高校のねママ友みたいなので、まあ、なんかよくわかんないですけど、まあ、仲良くこうたまに食事とか行ってたらしいんですよ。でそうなると、まあ、そういったところから帰ってきて、まあ、家で聞くわけですよ。〇〇くんは、ね、こんな風に勉強してるらしいよとか、〇〇くんは、まあ、こんな風に、なんだろう、10回やってるらしいよとかねっていうのがあって、でなんだったらもう大学入ってからもそういうことやってたんで、で〇〇くんはどこでバイトしてるらしいよとか、〇〇くんはなんかどこどこ先に就職するらしいよとか、まあ、そんなことをこう、まあ、聞くわけですよ。でまあ親は親なんでね、それで好きにやってもらったらいいんですけども、ただその言い方とか表現によっては、あ、自分のことをなんか出しにされてるなって感じてしまうことが子供にもあると思います。僕は感じてました。だから僕は改正なんで、周りのねママ友のお子さんも、まあ、僕の同級生でやっぱ東大とか行ってる子が多かったんですけど、まあ真面目な子がね、まあ、多いので、そうするとね、こう、あ、〇〇くんは真面目なのになんであんたはそんなチャランポラなのみたいなことを言われて、まあ、各家庭同じことが繰り広げられてるのか分からないですけど、あ、なんか自分がその話題の出しに使われてるのかなっていうふうに、まあ、思っちゃうわけですよ。お母さんからすればですよ、いや、ね、うちの息子娘にまっとうに生きてほしいということで言ってる一言だと思うんですけど、こうなんか出しに使われてるって子供からすると思っちゃうので、まあ、今はねもう30超えましたし、あ、その時のね母親はこういう風に思って言ってたんだろうなってことが分かりますけど、やっぱりね10代とかだとなかなかそこまでね気が回らないので、まあ、そういうところもねちょっとこう配慮してあげるといいかなと思います。まあ、ただまず前提として他の子と比べるというのはやめた方がいいかなと思います。はい、そして4つ目ですね、このポイント、これねたまにいらっしゃるんですけど数は多くありませんが、兄弟とか、まあ、姉妹とか、その
上の子下の子で偏りがある扱いに、これはね本当に良くないです。でたまにねいらっしゃるんですけど、僕も面談をしていただいていて、入塾の際に例えば実は上の子がいるんですとか、実は下の子がいるんですとか、そういった形で、保護者の方からお話しいただくということが、ちょこちょこあります。で、よくあるのはね、例えばうちの子は、ね、これから受験勉強なんでやらせて、で下の子が今ね中学生なんで、ちょっと高校上がったら面倒見てほしいんですけど大丈夫ですかねって言われてして、もうぜひぜひみたいな話とかもあるんですけど、基本的にですね、やっぱ保護者の方からして、兄弟の方とかっていうのは僕は基本的に平等に扱ってほしいなっていうふうに思います。昔僕が出会った生徒ですごく悲しかった生徒がいて、すごい多分これは扱いとしてはレアなんですけど、その弟さんだったんですね。で、お兄さんは非常に、頭が良い。具体的には僕教えてもらえなかったんでね、偏差値がどれぐらいとかは知りませんけど、その弟さん曰くすごい頭が良かったらしいんです。なので、そのお兄さんはいろんな塾を掛け持ちしてですね、学費もたくさん出してもらって、で、大学も、難関大学どこでも行っていいよということで、多分総計とかだったんじゃないかなと思うんですけどね、予測なんですけど、いわゆる私立大学でもいいよって言われたということだからね、多分総計とか、上智理科大とかだと思うんですけど、その辺のトップね、私立行っていいよって言われて学費もね、かかるし、塾代もかけても、そこに行かせてあげるっていうふうに言われたと。ただ、その小さい頃からお兄さんと比べたら、そこまでこう、成績が、そこまで良くなかった、弟さんはですね、塾代も、例えば、あんたはいくらまでにしなさいとか、あんたは絶対に私立は無理とかっていうのを、あらかじめ言われていたとかですね、そういう説に僕はあったことがあります。あとは、生徒さんではないんですけど、その例えばその自分の兄弟で上の子は、ね、例えば高校大学私立行けたけど、自分はもう大学絶対私立行けなかったみたいな、ね、上の子より私の方が成績良かったみたいな、そういうですね話というのもあります。で、これはですねもちろん仕方がない部分もあると思います。例えば上の子を、ね、大学に入れてから、ちょっとご家庭の経済状況が急変するとか、致し方ないこともあるので、なんていうかな、絶対なる公平とか絶対なる平等っていうのは、そこまではなんていうかな、やるべきこととかって言われると、難しい部分もあると思うんですよ。現実性の問題でね。ただ、やっぱりまずスタンスとして、やはり兄弟とかであれば、ある程度同じ扱いをしてあげるってことは、大事なんじゃないかなと思います。もちろんね、例えば、上の子はちょっと勉強ができる、できない、下の子ができる、できないがあって、ね、その子に向いた、例えば塾の環境を用意してあげるとか、ね、教材の環境を用意してあげる。そういったことは、僕はすごくいいことだと思うんですけど、例えば、上の子は昔から成績いいから、どんどん投資して、ね、高校大学も私立でも何でもいいからいい学歴持ってきなさいと。で、弟は出がらしだからみたいな、そんな感じだったらもう本当かわいそうだと僕は思うので、その偏りがあるっていうのは、僕は避けてほしいなとは思います。ただもちろんですよ、その本人の問題もありますよね。例えば長男、ね、の方はそんなに別に勉強を、ね、したいというわけでもないし、とりあえず高校出てなんかね、もう働くぐらいの勢いだったけど、一応行くってことだったから、本人なりにね、受験勉強をやらせていきましたと。弟はね、中学時代から結構勉強頑張って塾もたくさん行きたいだったから行かせましたみたいなね、本人の希望による違いっていうのは僕はあってもいいと思うんですけど、そもそも親側からね、あんたは、ね、成績良くないんだからもう無理みたいなことを言っちゃうのは僕はしょうがないかなというふうに思います。はい。で、最後ですね、5個目、どうせ無駄とか、私の子供なんだから無理みたいな話をするというの、これはもう絶対やめてほしいなというふうに思います。このどうせ無駄とか、っていうのは完全にこうロジックがないんですね。基本的に、勉強っていうのはもちろんですよ、遠回りしなきゃいけない部分とか時間を使わなきゃいけない部分ってたくさんあるんですけど、以前から言ってるように他の種目とか他の競技と比べればある程度、物量作戦いっぱいやれば成績とかがある程度、ついてくるものです、ね、例えばですね、もう生まれ持ってね、なんていうかな、体力がない人とかってね、どんなにこう頑張って練習してもやっぱりプロスポーツ選手になるのって結構厳しいじゃないですか。だけど勉強に関しては、全員が東大に行けるとは言いませんよ、言いませんけれども、でも必死に勉強すればある程度の実績はみんな残せるっていうのはあると思います。ただそれに対してどうせ無駄とかって言ってふうにしまうと、本当にこう何か論理があるわけではなく、お前はダメなやつなんだっていう
レッテルを貼ってしまうことになるんですね。で特にそれを小さい頃から言われ続けてくると、まあ、洗脳じゃないですけど子供自身が、あ、もう私はもう一定以上無理なんだって思って自分の力に蓋をしちゃうんですよね。やっぱそれはすごく良くないと思います。でさらにもっと良くないのが私の子供なんだから無理っていう部分ですね、まあ、もちろん親御さんの気持ちがほんのちょっとだけ分からなくもないです。自分も勉強してあんまうまくいかなかったからおそらく自分の子供もうまくいかないだろうっていうことですよね。ただそれは正しくないです。これなんでかっていうとまず一つ目として別に例えば中卒のね親からでも東大の子供は生まれます。でそれは別に学歴がどうこうというよりはやっぱり努力した量の方がよほど重要なんですよ、ね、どんな天才の、例えばご両親に生まれても子供の頃から全然勉強しなかったら東大なんて行けるわけないわけですよね。逆にもしかしたら勉強してなかった親御さんからでも、ね、生まれた子供がしっかりと勉強すれば東大に行くことだって全然可能なわけです。今の僕の言い方だと、いやなんかね、親の遺伝がどうのこうので、ね、ちょっとお前差別してんじゃねえかって言われるかもしれませんが、ぶっちゃけでもこれはもう研究で証明されてて、親御さんのその頭が良ければいいほど、子供の頭が良くなる傾向があるというのは、これはすでにもう研究で証明されてます。これはもう遺伝学としてね。ただ、なんかそこだけでは決まらないんですよ。そこの後からの要因っていうのがめちゃくちゃでかいんですね。受験とかっていうのはわかんないですよ。その IQ とかは、まあ、僕よくわかんないですけど、ただ受験は絶対に親のね遺伝子が受け継いで頭がいい部分も悪い部分っていうのはあるかもしれません。ただそれに対してですね努力が占める割合の方が絶対大きいんですね。なので私の子供だからみたいなものを言ってしまうと要は逆にそのどうせ無駄とかねロジックがないだけじゃなくて中途半端に悪いロジックをつけちゃってるってことになるのでさらにね余計に悪い発言だなと僕は思います。なのでそういったね表現っていうのはぜひしないでほしいなというふうに思う次第でございます。はい、というわけでですね、今日は5個ですね、受験生の保護者としてやってはいけないことについてお話をさせていただきました。まあ、これからもですね、いろんな動画出していきますので、ぜひご覧いただければと思います。またね、リクエストか何かございましたらコメント欄にコメントください。場合によっては動画でね、扱えるかもしれません。はい、あと個別指導塾ね、キャストダイスでは、そういったね、まあ、保護者の方の相談を含めですね、お申し込みを受け付けております。概要欄にリンクがございますので、ぜひね、そちらのホームページからお問い合わせください。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。